初めて見る顔ね。名前はなんて言うの？リビアのゲラルトだ。ジュッターン・リムンよ。戦闘で私に勝る男はまだいないわ。戦ってみるか？あなたと？私はフェローで一番有名な戦士たちを倒したのよ。名前を出せないほど尊敬すべき男たちを。リビアのゲラルトって誰よ？君がまだ倒していない誰かだ。時間の無駄かもしれないわ。聞いたことない名前だけど、偉業を成し遂げたことはある？一体どんな偉業のことを言ってる？ウィッチャーと戦うなら、それに合う剣を使いたいわね。浜辺から遠くない海の底に、ホーンド・ホスクルドの船が沈んでる。そしてその船の中に、決して欠けないという伝説を持つホスクルドの剣がある。それを持ってくれば、戦ってあげる。わかった、やってみる。また会おう。まあせいぜい頑張ってね。さようなら。魔術師はあなたの何？イェネファーだって？聞いたか？孤独なスワンがまたレースに勝ったぞ。気をつけてよ。族長たちの友人で庶民の救世主で死ぬ。その調子だ、ローチ。怪物よ、さあどうする？Thank you.
謝れよ。今ならまだ遠くまで来たわね。こんにちは、白き者。ホスクルドの剣を持ってきたぞ。本当に欠けないかは未確認だ。まあ、どうやって手に入れたの？大したことはない。息を止めて腕と足を同時に振り回しただけだ。強気ね。闘技場でも生意気でいられるかしら。いつでもいいぞ。じゃあ始めましょう。フラヤが勝者を選ばんこと。逃げろ、隠れろ。間違いを犯した。もういい、やめて。好敵手を見つけるのに苦労したのもうなずけるな。やっと現れたわ。どこでそれだけのことを学んだの？ケイアモルヘンだ。ケイアモルヘン、とてつもなく遠いわ。でもきっと旅の途中でもいろいろ学んだのね。聞かせて。長い話になるぞ。いいわ。静かな場所と美味しい蜂蜜酒がいるわね。どう思う？喜んで。宿屋でか？騒がしすぎる。ハービケンの私の家に来て。日暮れ後に待ってるわ。じゃあ後でな。あなた、ウィッチャーでしょ？いや。心変わりしたのかと思い始めてたわ。君と素敵な夜を過ごすチャンスは逃さないさ。魅力を感じてもらえるかしら。実のところ、男性と話すことは稀なの。稀だと？なぜ？試合の前におしゃべりで時間を無駄にしたくないし、その後は話すことがないもの。今ようやく自分より強い人に会えたけど、フラヤ様は残酷ないたずらをしたようね。フラヤに何の関係がある？女神に誓ったの。私を任した男だけが私と寝ることができ、夫になって子を授けてくれる。2番目と3番目は力になれない。だが1番目の満たし方なら思いつける。まさにそれを望んでいたの。あなた、ウィッチャーでしょ？